市神社に来てます。ここはね、なんか刀剣乱舞のなんかその刀剣関係でなんかこうある程度有名らしいです。で今ちょっといろいろねあるんですけど、修復して直すそうなんで、今の状態からだいぶ良くなると思います。テニスとかいろいろ直すとかっていう話を聞いたんですけどね、どこがどうなるのか、その後のホームページ次第なんですけど、まあおそらく御朱印についてはとりあえずその1日以外は出してないそうなので、欲しい方は1日に来るしかないですね。なんとか。挨拶しましょう。こんな御朱印です。創設は不明なんですけれども、その神切り丸ともう一つのちょっと名前忘れましたけど、ね、これ、ね、が作りになられたところで、床の御霊の神を祀る、要は稲荷神社ってことですよね。小牧狐様いますから、そういうところです。はい、ぜひ参拝してみてください。井筒神社から若干だけ表参道を行きたいと思います。あ、でも確かに直さなきゃいけないってのはそうなんだな。いろいろやっぱ直さなきゃいけない感じなんですね。本殿の塀がちょっと崩れてますね。グーさんが頑張って、ね、刀剣のゲームになったところでステージ巡礼される方も増えたんで、結構ねクラウドファンディング自体は順調にお金が集まったみたいですけど、はい、では、会津神社の裏から若干だけ大表参道、岩清水の神社にちょっと行けなかったんで、まあしょうがないですけどね、通行止めっていうのはどうしても、ここ表参道の若干やや表参道を帰る感じですけど、結構大変ですよ。会津神社に参拝してから行くといいかもしれないですね。か逆か。上りはケーブル使った方がいいですよ。もう体力に自信がない方は下りはいいですけどね。はい、ということで表参道は若干だけですけど。少しでも歩ければね、やっぱり表と裏と参道歩きましたけど、今日はねビデオ目いっぱい回してますからびっくりしますよ。みんな鳥